陰キャの初恋大体二次元リュウです。さあ本日のトークテーマはこちら、付き合いたいアニメ漫画キャラランキングトップ5。はい、ということでこれね、最近ですね、お笑い第7世代霜降り明星の粗品さんがね、チャンネルで取り上げてましてですね、すげえ面白かったんですよ。なんでちょっとリュウ実況チャンネルの場合もちょっとやろうかなと思って、動画にしております。動画にするべき内容なのかって言われるとそうでもないけど、まあ、今日はラジオ企画でございますね。で付き合いたいアニメ漫画キャラってすごいいっぱいいるんですが、本日は厳選したトップ5をですね、私の独断の偏見により発表していくんで、皆さんもどう思ったかをね、コメント欄で教えていただければと思います。まずは早速やっていきましょう。第5位、篠原ルカさん。ルカさん、皆さんご存知ですか？ルカさん、ま、ヘタコイっていう漫画ご存知です？これもしかしたらね、ヘタコイ知らない人もいるかもしれないね。漫画としてヘタコイ、これね、中野純子先生っていうね、これね、実はね、これ結構ね、エロいシーンたくさん登場するんですけど、この漫画女性が描いてるんですよ。女性が描いてるんですよ。中野純子先生と女性が描いてる漫画なんですよ。まあ、ちなみにその中野純子先生はこのヘタ恋を書き終えた後に病死されてしまったんで、確か40代とかで病死されてしまったんで、かなり若くして亡くなってしまったんですが、本当にヘタ恋は名作ですね。ちなみに前作のチサポンっていう漫画もとても名作なんですが、僕はヘタ恋の方が名作だと、思っていまして、ね、どういう漫画かっていうと、主人公はね、ご隠居って言われてて、なんかね、じじくさいんですよ、すごく。めっちゃ、まあ、若者なんですよ。大学生時代の話なんで若者なんですけども、すげえじじくさくて、冴えない男の話です。で、大学の、温泉同好会っていう、なんかすごいスポット需要みたいな、なんだその同好会みたいな感じの同好会の、話なんですよ。この温泉同好会で、彼女と出会って、いろんな色恋沙汰に巻き込まれていくという、まあ、そういった話になっております。これ一回見てよ、読んでほしいな。これ、リュウさんおすすめ漫画第1位、ヘタ恋なんで、一応ね、おすすめ漫画のランキングでいったら第1位なんですよ、ヘタ恋が。で、これ、マジで見てほしい。で、かなりね、エロシーン多数登場するし、まずですね、ルカさんのいいところは、とにかく胸がどでかいのよ。とにかく胸がどでかいの。僕の、大体好きになるキャラクターっていうのは、胸がでかいっていうのが共通点としてあるんですが、とにかくでかいね。一番でかいんじゃねえかなっていうぐらいでかい。で、クソでかくてクソエロそうなんですけど、恥ずかしがり屋で恋愛下手なんですよ。下手なんですよ、恋愛が。なんかその男の流れしないんですよ、彼女は。それがすごくいいんですよね。なんだろうな、大体巨乳のやつって男慣れしてるし、なんだろう、うぶさとかないじゃないですか。純粋さとか清純さみたいなないじゃないですか。基本的にはあるんですよ、ルカさんにはあるんですよ。これが素晴らしいですね。もう現実にはいないんですよね、こんな女は。正直こんな女いません。巨乳で何だろう、純粋に無垢で、その男、私男知りませんみたいなやつっていないじゃないですか、大体そんなやつ世の中に。これが素晴らしい展開ですね。はい、相当一途なんで、あまり多分浮気とかしないんですよ。だから彼女とかにもしたら最強だと思いますね。はい、というわけで第5位、まあ、これ第5位迷ったけどね、その5人一応上げろって言われて、それだけでも、まあ、すげえ迷ったし、ランキングするのめっちゃ難かったけどね。はい、ということで第5位は篠原ルカさん。もしヘタ恋読んだことない人いたらぜひ読んでくれ、ルカさんは神。さあ続きまして第4位、北王子サツキ。いや、サツキちゃん圧倒的ですね、これ圧倒的なエロさ。俺のさ、そのなんかトップ5の判断基準さ、とりあえずエロいかどうかみたいになってない？大丈夫？まあ、北王子さつきさんはね、皆さんもよくご存知なんじゃないかなと思うんですが、漫画いちご 100% の第三勢力の女です。大体いちご 100% って、東条派か、西の派かに分かれるんですよ。大体ね、ここに書いてある通り、中学生時代は東条派、西の派、さつき派でよく喧嘩したんですけども、大体東条派か西の派かで分かれるんですよ。俺は中学校時代からずっと言ってました、僕はサツキ派です。圧倒的にね、こんなこの2人どうでもいいんですよ。サツキさんが一番やっぱりね、エロいよね。
一番エロいよね。彼女にしたいっていう意味ではやっぱ1位だと思うわ俺。とりあえずですね、隙があればマラカとやりたがるド変態でございますね。ド変態ですこの女は。なんかすぐパンツ見せたがるし、すぐブラ外したがる、あの外させたがるし、素晴らしいですね。こんな女の子世の中にいるのかなって思ったけど、結局はまあ僕出会ったことはないですね、今のところ。まあ、その女性経験多いわけじゃないけど、今のところ会ったことはない。まあ、正確で言うと陽キャ系、全部っぱ、陽キャ全部っぱ系女子。僕基本的に陰キャなんで、まあ、陽キャ女子っていうのはあんまり得意ではないんですよ。あんまり得意ではないんですけども、こんぐらい振り切ってくると逆にあるよね。逆にある積極性がねすごい高いので、他のヒロインで結構まあ控えめじゃないですか。あんまりなんかそのハプニングでパンツ見せるみたいなパターンの展開が多いんですよ。一応 100% ってさつきさんはですね、もう見せますから自分から。そのハプニングで見せるとかじゃなくて、もう見せます自分でね。それがすごい、もうグッとグッとグッとっていうね、そこが素晴らしいところ。やっぱね、陰キャはねグイグイ来てくれる女性の方が接しやすかったりするっていうのはね、意外とあるんですよ。意外とある。ちなみにこの右のこのシーンね、このシーンコラじゃなくて作中にこのシーン普通に出てきますからね。素晴らしいね。うん、西野派、東条派、サツキ派、永遠に喧嘩してる。さあ続きまして第3位はですね、天音美沙ちゃん、ミサミサですね。俺こんな、なんかこんなさ資料にさめちゃくちゃ時間かけてるの気色悪いんだけど、いや、漫画デスノートの第2のノートの所持者ですね。原作でももちろん可愛いんですよこれ。可愛いでしょこれ。まあ、デスノートはみんな見たことあるんじゃないかな、さすがに。社会現象にもなりましたんで、まあ、これは多分読んだことある人多いんじゃないかなと思うんですが、もうゴリッゴリのゴスロリ系ですね。基本的に普通にその辺にいたら叱りたくないですよね、こういう女子って。あんまりその付き合ってみたいかと言われるとちょっとお断りみたいな、逆にね、感じになっちゃうと思うんですよ、普通にいたら。やっぱりそのアニメとか漫画とかだから許されるのかなというふうに僕は思っていたんですが、実はね、映画を見てね考えが変わりましたね。映画デスノートの映画を皆さんご存知ですか？見たことありますか？映画版ではこのミサミサを演じているのが戸田恵梨香さんなんですよ。死ぬほど可愛い、死ぬほどびっくりするもん。びっくり、マジで見たことない人は見てほしい。ティアゼロ、完全に環境トップ。あれはちなみになんですけども、映画版のデスノートが戸田恵梨香の絶頂期って言われてるんですよこれ。デスノートファンの間では戸田恵梨香の絶頂期はデスノートって言われてるんで、はい、あまりにもハマり役すぎましたね。あの時の戸田恵梨香めちゃくちゃ可愛いんだよな。で、しかもツインテールなんですよね。ツインテールなんですよ。あんまりやっぱ戸田恵梨香さんってツインテールのイメージないじゃないですか。でもね、女の子、そこそこ年齢がいった女の人がするツインテールって最強にエロいんで、わかりますかねこれ、この気持ち。わかりますかね。ツインテール協会会員である、私はもうストライクゾーンドザーンって感じだったんで、もう映画見ても戸田恵梨香のことしか考えられなくなりました、私は。当時はね、はい、もう本当に、まあ、いろんな意味でね、お世話になった彼女ですね。で、ちなみになんですが、デスノートドラマ版もやっていましてですね、ドラマ版あんまり話題になっていないんでね、知らない人も多いかもしれませんが、ドラマ版のミサミサ役はなんとね佐野ひな子様なんですよ。ちなみになんですが、ドラマ中ではミサミサじゃなくてブサブサとか言われて正直ひどい扱われ終わったんですよね、ドラマの放映中は。なんですが僕は死ぬほど好きでした。やっぱね、茶髪ツインテールのね佐野ひな子ちゃんが拝めただけで何の文句もないよ、何の文句もない。うん、まあ、ちなみにルックスが好きなだけで演技が好きなわけじゃないんで、ドラマは見ておりません。ドラマ見ておりません。なんかドラマの切り抜きかなんかを見て可愛いと思っただけです、はい。お前それファンとして浅すぎるだろ。ツインテールっていいよな。というわけで第2位は DSOD マサキアンズ。いや、来ました、出ました、ついに遊戯王キャラクター。遊戯王の映画ダークサイドオブディメンションズに、出てくるマサキアンズですね。原作のマサキアンズってなんかちょっとね違うんですよ。なんかちゃうんですけど、その DSOD に出てくるアンズね、なんかね女らしさ、女性らしさがなんか異次元の成長を見せてましてですね、あまりにも可愛いんですよね。
こんな人間で変われるのみたいな。あのそもそもなんですけども、顔がちゃうんですよね、原作とあの DSOD と。なので、ね、多分ねこれね、やってますね、これ多分やってます、これ多分やっている。で、あとこれ見ていただいたら分かる通り、私服攻めすぎ、私服攻めすぎじゃないこれ、さすがに。いやこれけしからんでしょ。もともとね、スカートは、まあ、そこそこ短かったんですけども、あのスカートの短さに加えて脇のガード甘すぎん、ファンからはね、このね脇のガードの甘さからなんかけしからんしかあの言われなくなってしまったんでね、これは非常にこれは非常にけしからん。はい、ここにも書いてある通り52時間耐久脇ペロが、可能です。で、デュエルリンクスではあのちなみなんですけども、映画とは一切関係ないビッチクラフトっていうね、あのメス書きテーマ、最強の魔法使いのテーマを引き連れてやってきまして、ありえない速度で、ありえへん速度で規制されました。はい、脇のガード甘すぎんだろ。というわけで、栄えある第1位は、第1位ダークシグナーカーリー渚選手。これはね、もうね、一個だけ言えることは、ひたすらにエロい以上。もうね、とにかくエロいんですよね、DS カーリー渚って。わかります？でもこれはまあ、あの有志の方があのコラ画像を作ってくれたので、公式の画像でも何でもないんですけども、これあまりのそのダークシグナカーリー渚登場時、あまりのエロさに、あの絵師さんが全員本気出しまして、そのツイッター上ではカーリー渚のコラ画像で溢れかえるあのありさまとなりました。これもね、あの知り合いの絵師の方が書いてくださったやつなんですが、素晴らしいですねこれはね。佐野ひな子ちゃんもびっくりするほどのくびれ、もう全男性デュエリストを虜にしてしまったと言われています、デュエルリンクス実装時。まあ、このおへそもの絵が縦に伸びてる感じね、これね、素晴らしいですね。78時間耐久おへそペロペロ、若干その前髪の癖強すぎ問題っていうのが発生してますけども、まあ、全体的にはかなりスタイルのの良さ、かなりのスタイルの良さと、まあ、適度な露出によって、まあ、大体デュエルリンクスをやっている男性であれば、まあ、カーリー渚か、アスカキララかどっちかといったところじゃないでしょうか。まあ、たまにね、ルカちゃんっていう変態もいますけども、まあ、僕は基本的に渚選手の方が上ですかね。まあ、アスカキララ選手が1位っていう人もいるかもしれません。で、彼女のすごいところは、可愛いエロいだけじゃなくて、デュエルリンクスでも結果を残しているっていうね、フォーチュンレディっていうね、ぶっ壊れデッキを使いこなしましてですね、KC カップにおいても世界一に輝いております、このキャラクター。ルックス、カードパワーともに申し分ないといったところ、脇のガード、おへそのガードがともに甘いんで、ただし、付き合ったらなんか浮気しそうっていう観点が唯一の欠点でございます。旧世紀実況者 R 氏、脇とおへそが大好きな、ただの変態でした。